これ何ですかこれは。ロリこんにちは、松尾です。今日はですね、こちらです。ご要望がね、非常に多かったのでやろうかなと思います。何かと言いますと、市販品フィギュア、グスマ系列、こちらが一番くじ、これがプライズということで、これの比較動画になります。ただね、比較といってもね、比較するほどでもないとは思うんですよね。で、できるだけ形状が似てるというか、このモチーフが似てるものを集めました。ということで、3つ開けてみました。詳しく見ていきましょう。てか、もうこの時点でね、ダメなんですよ、これ。ごめんなさいね。先にちょっと見せちゃうと、これあるでしょ、春巻きのライスペーパーみたいな。これがね、ちょっとかなり微妙なんですよ。もうここにね、いらん線が入ってるわけですよ。こんな感じで、もう、貯金箱みたいに。で、これがね、はまりにくいのよ、これが。いや、めっちゃね、硬いんですよ、これが。ちょっと、ギリギリはまってるような状態です。ということで、これね、3つ、比較で見ていきましょう。松尾道中記。はい、ということでね、3つちょっと並べてみました。まず顔行きましょうか。顔、これが市販品です。はい、これがプライズ。もう違うでしょ、顔。これ見てくださいよ、これ。これが怖くない？これ顔が全然違うよ。のんちゃん、これどう？顔、顔がそもそも全然違うよね、これね。死人の顔みたいになってる。死人の顔みたいになってるね。はい、大正時代のおばちゃんみたいなさ、なんか眉毛がない感じので、前髪の作りがね、もう安っぽいでしょ。こっちがなんか回転寿司のイカみたいになってる、なんか。で、こっちはほら、毛束感もちゃんと出てさ。そうですね、ちゃんと。だからクリアパーツってあんまり良くないですね。ほら、チープでしょ。そうですね、もう一発で分かりますね、それは。こっちが一番くじなんです。顔はね、こう比較してみましょうか。ちょっと顔がでかい、ね、で、髪の色がちょっと違うと。ちょっとね、ここのクリア感を出されると、やっぱちょっとチープさが出ますよね、うん、こんな感じで。ほら、つるっとなるじゃないですか。です、ね、こっちみたいにちゃんと作ってないというか。そうですね、うん、ちょっとやっぱチープですよね。ほら、ペラッと。髪飾りいきましょうかね。ほら、もう雑なんですよね。すごい雑じゃないか。こう塗りムラというか、ほら、あ、ありますね。ボコボコなってるんですよね。市販品、ちゃんと別パーツで作ってあるんですよ、こうやってね。これもう明らかやね。これ、ほら、これ紙粘土で作ったみたいになってる。これ比較するまでもないもんね。そうですね、やっぱりね。でね、もう一つ見ていただきたいのがね、ここのお尻の部分なんですよ。ほら、綺麗に作ってあるじゃないですか、これ。あ、これ綺麗に作ってあるんですけど、これを見てください。隙間があるのと、なんかボコボコになってんすよね。めっちゃ隙間があるんですよ、こうやって。ほら、あと手袋も、なんでこんな塗りが雑なのかね。なんでこのボコボコ感が出るのかな。ほら、すごいボコボコしてるんですよね。あとね、ちょっとのんちゃん、ここ触ってみて。ここ覚えとってね。あ、はい、はい、ここ、ここ触ってみて。同じとこ。あ、全然違う。もう全然違うやろ、これ。ザラザラしてますね、なんか。こっちはね、もうツルツルなんですよ、うん。もう触ってみたら分かるんですけど。最初ザラザラ。これね、もうザラザラしてるんですよ、これ。でね、ほら、ここ、見てもらっていいですか。つなぎ目が思いっきり出てるでしょ。あー、はは。ね、こういうところはないですもんね、市販品には。まあ当たり前ですけど。ね、こんな、ほら、もう横からね、これね、動画じゃ伝わりづらいかもしれないですけど、ここにつなぎ目が見えるんですよ、また。これ。はいはいはい。ね。こういうのがちょっとあんま良くない。まあ、しょうがないですよね。安くで作ってあるんで。明らかに違うっていうね。もう、歴然ですよね。それと、あとはね、この台座。ここがね、ほら、プラスチックでそのまま突起があるだけなんですよ、これ。はい、これがね、まず良くないと。これ倒れやすいんですよね。これがずっとね、ぐにゃっと曲がってくるんですよ、これ。時間経つとね。で、こっちは何かというと、こっちは金属でできてます。なので、倒れにくい、頑丈なんですよね。同じくこれがついてるんですよ、この突起がね。これプラスの金属なんです。だからしっかりと立ってくれると。いうところです。こっちはまあ台座はついてないんでいいんですけどね。これがね、もう隙間がすごいんですよ。で、あとはもうこれモチーフはそんなでもないかな。ほら、もう隙間が、ほら、つなぎ目がめっちゃ出てるんですよね。こういうのがね、ちょっと嫌なんですよね。一番くじでも、これは出来がいい方ですからね、皆さんね。出来いい方です。一番くじでもまあいいかなっていう感じはしますけど、髪の毛とかも比べるとやっぱね、このクオリティでこれを作ってほしかったですね、僕としては。どうしたって、やっぱちょっと安く見えちゃうところは仕方ないですね。ここも。もうちょっと立体感を出してほしかったですね。別パーツで作るっていうのがあんまりないみたいですね。ここもね。こういうの見てもらったらわかりますけど、ほとんどね、やっぱ別パーツとして作ってあるんですよね、こうやってね。後からつけてあるみたいなね。このベールの。触った感じわかると思うんですけどね。これが全然違うんですね、これもね。どっちがいいかっていう、まあ、このベールに関しては好みだとは思うんですけどね。着脱式ですから。あと傷がついてるね、これね。髪の毛ね、これ。これひどいね、これね。これ接着剤でしょ、これ。微妙だな。これ見える、これ。髪の毛汚れてるの見える、これ。ああ、わかります。ね、ここ接着剤ですね、これね。これもね、なんか。ほら、ガタガタでしょ、ここ。ペターっとこれなんかつけたみたいになってるんですよ、これ。これいる？これ。
これ何ですかこれは。歪みなくてもね、うん、良さそうですか。背中は綺麗ですけどね、触った感じはやっぱプライズと一緒ですね。これの肌の質感とか別格なんですよ。これ市販品の B を持ってる方は分かると思うんですけど、これもう別格ですよ。特にグッスマさんのやつとか肌触りがもう全然違う。これザラザラなんですよ。これもはい、ということでこんな感じで3つ比べてみました。モチーフとしてはこれも良かったんですけど、やっぱりね、やっぱり市販品一択ですね。松尾道中記ということで、どうだったでしょうか。3つともね、ちょっと比較してみましたけども、比較にならないですね。一番くじはリゼロの場合はね、ちょっとね、やっぱ人気作の場合はね、ちょっと力入れてるんですけど、こんなものかと。市販品よりはね、劣るのは当たり前ですけど、最近はこれまだいい方なんですよ、出来がね。最近の一番くじのフィギュアってめちゃくちゃひどいです。本当にひどくて、もう全然なんか話にならないなっていうのが多いんで、ちょっとね、やっぱ人気作品、もしくはドラゴンボール、ワンピースあたりの一番くじじゃないとちょっと厳しいんじゃないかなと思います。市販品にはね、かなわないですよね。どう頑張ってもね、クレーンゲームをするのが好きな人はいいんじゃないかなと思います。ただプライスのフィギュア集めてもね、そんなに出来が良くないんですよね。モチーフは良かったりするんですよ。あとやっぱり市販品のフィギュアってね、アニメが人気が出るじゃないですか。アニメが放送されて大体1年ぐらいかかるんですよね、フィギュア化するまで。で1年ぐらいかかる上に結構その遅延も多いんですよ。半年、発売日が半年伸びたりとか結構多いので、そう比べるとプライズの方は早いですよね。テンスラとかでもそうなんですけど、アニメが出てから出来上がるまでが結構早いです。一番くじにしてもプライズにしても早く欲しいっていう人はいいかもしれないです。ただやっぱりクオリティにこだわる人ほど市販品を買うべきじゃないかなと思います。まあ、だってね、結構ねクレーンゲームとかする人はね、1ヶ月に1万円とか2万円とか普通に使いますもんね。そう考えるとこれを1体買った方がいいんじゃないかなとは思います。はい、そんな感じでチャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら。松尾道中記。ポテトチップスとかポテトとかのマックのね、手で食べる人いるじゃないですか。全然いいんですよ、いいんですけど、何なんですかね。手で食べて、うん、家だったら分かるんですよ。あ、例えば手で食べてそのまま洗剤で手洗えるわけじゃないですか、はいはい、キッチンに洗剤って洗剤で洗わないとね、油がいっぱいつくから。だから塩が落ちる、油がつく、その後洗える環境だったら分かるんですけど、ちょっとどう、のんちゃん手でくるね、あれなんか理由あるんですか。だから小さい頃からですね、なんかそういう風に手で食べるものかな。か CM とかでなんか手で食べてないですかね、昔のマックの CM。 どうやろう、まあ、あんま見たことないですね。手で食べる人の方が、うん、多いんだろうなっていうイメージはあるんですよ。ここありますね、うん、ある。でも手では食べない。だってさっき食べたけど、洗いに行きましたって。ちなみに見てない、もうティッシュで拭いただけです。ティッシュって、ティッシュで無理じゃない。だって塩と油、そうだからさ、自分パソコン汚いんだ、ぬるぬるになる。ワックス、いやパソコン汚いやん実際ね。汚いでしょ。ああそっか、僕あれダメなんですよ、危険よ、うん、うん、そうですね、うん、油まみれになるやん、うん、そうそう、うん、でそう、油がつくっていうことはそこ細菌が絶対繁殖するから危ない、本当に。いや確かにこう松尾さんはね、手は使ってないんで、でよく見たらこう食べやすくなってますね、あそこね、マックのポテトの、うん、背中が、意味じゃないと思うけど、背中が高くなってね、うん、そうそうそう、僕ポテトこうやってくるんですよね、うん、そうそうそう、手が汚れないよ。俺も大体そうですね。あ、そうですよね、うん、ポテトチップス箸で食べるんですよ、うん、あコンビニでね、昔ねポテトチップス買って、うん、お箸一個くださいって言ったら歯みたいな、あ、言われたことあるそれ、うん、そう、いや歯じゃねえし、ポテトチップスあんま買わないんですけど、たまに買った時って箸がついてないと、そうそうそう、食べれないじゃないですか、言っても割り箸とかねついてないんでさ、うん、手で食べるでしょ。手食べますね。手食べる、じゃあちょっと聞きたいんですけど、うん、手で食べるじゃないですか、うん、その後どうするんですかこの手を。手はティッシュでこう拭きます、ね、いや毎回、うん、めんどくさくないですか、それ。でもそれがもう昔からでもこうなんかこう、あもうじゃああれやろ、でもコントローラーとかさ、手でポテチ食べながらファミコンする派やろ。最低やなお前。お前最低やな。子供の頃あれ、お前そんなことしちゃったの、お前最低やな。いや、おったもん、友達ん家でさ、ぬるぬるのコントローラーのやつおったもん。あったあったぬるぬるやし、ね、A ボタンへこんで戻ってこんしみたいな、ね、いっぱいおった、ね、今はさ、ほら、例えばほら除菌 のパストリーゼとかあるじゃないですか、うんうんうん、パソコン拭く用のクリーナーとかあれ、はい、あんなのなかったからね、昔ね。そうですね、もう水で、ね、濡らしたティッシュとかで拭いて、そうそう、拭くしかなかったからね、やるしかない。僕ね、これはちょっと僕特殊なんですけど、ゲームのコントローラーそのまま握れないんで、あ、僕はタオル引くんですよ、うんうんうん、タオルで巻いてその上でコントローラーするんですよ。じゃないと手汗かいて汚れるから嫌だったんですね。そう、手が汚れるのが 何にしろ僕嫌なんで、はいはいはい、
だから本当はクレーンゲームようやるじゃないですか、はい、あれ触りたくないですよ本当は。あ、なるほど、確かにね、うん、どんな人が触ったか分からないし、そう、バイキンがおるからね、あれ絶対、まあ、もしかしたらでも前田敦子みたいな人が口でこうしたかもしれないですけどね、うん、もうそれが嫌い、今さ、それやったらプラスみたいな言い方したけど、僕それ嫌や、それはそれで嫌なの、それ嫌、それで嫌なの、人の唾液は嫌、唾液は嫌なるほど、ね、で、箸を使わずにこう、はい、毎回食べて手を拭く、手を拭きますね、はい、で、それで物を掴むことあるでしょ、ありますあります、例えばテレビ見てたらリモコン使うでしょ、はい、そのまま行くの、行きますね、お前最低やな、お前それダメよ、いや、それね、本当にダメ、あの、いや、いいですよ、プライベート空間だったらいいですよ、全然そうそう、プライベート空間はいいと思うんですけど、ここで例えばそれをやったっていうことは、外出るとき、あのドアノブとか触るでしょ、椅子触るでしょ、机触るでしょっていうのが結局ダメですよ、うん、人に迷惑かけちゃいけないんです、そこはそこはいけない、うん、だってそれが嫌でめっちゃいや一生懸命それが嫌確かに、でも正論やん、それが嫌で、うん、手が汚れる、それベタベタになるのが嫌で、その手を使わないで食べる人がいるわけじゃないですか、うんうんうん、あ、僕とかね、なのに、うん、その行為をされると僕ら意味なくなっちゃうんですよ、うんうんうん、気をつけてる意味がなくなっちゃうんですよ、そうね、だから結局人のせいで手が汚れちゃうんですよ、だから車の中とか自宅とかプライベート空間ではもう大丈夫です、うん、やってもらってください、はい、僕も言うあれはないんで、わかりました、教養部ではダメですわ、うん、めんどくさがないわかりましためちゃめちゃ頑張ります、めんどくさくて終わらせ終わらせようとした、すいませんでした今まで注意します、まああれですよ、マンションのエントランスでタバコ吸う人と同じですから、やってることそうですね、ね、うん、そういうことだから、はい、注意します、すいませんでした、いや、もうめんどくさい、そうやめんどくさくなっとうやん、もうなっていやいや、だから、いや、いいんですよ、全然それ食べるのは食べるで、ただ、謎だったんですよ、僕はね、ああ、なるほど、ね、どう、なんでそれをするのかなっていう、もう幼い頃からそれがもう当たり前のようにね、なってたんで、手が汚れんように食べた方が楽なのにって思うんですよ、うん、楽じゃない、うん、その方がね、箸で食った方が楽じゃないですか、うん、そうですね、気にせんでいいか、まあ、気にしないのか、あ、箸が重たい、箸がちょっと、いや、重たい、あ、箸重たいで思い出した、箸重いんですよ、はあのね、これ多分思い出してもらったら分かると思うんですけど、飯食うじゃないですか、はい、飯バーって食って普通こうやって食う続けるでしょ、はいはい、で噛むときこうやって噛むじゃないですか、はい、こうね、一回飯運ぶじゃないですか口に、ほんでそのまま手を置くんですよ、こうやって、うん、手をずっと置いてこう噛んで、でその後にまたこう上げてこう食うじゃないですか、でその後またポンってこうする、これそう、この前ね、言ったよね、言われて気づいたんですけど、なんかね、行儀が悪いんですよ、うん、あ、基本食の行儀が悪いんですよ、マジで、こう食べた後にこうね、一旦休憩しちゃうんですね、こう手を、そう、だから重いんですよ、たまに、その重いんこんな感じで、いや、足は重いんですよ、吉田前みたいな感じだマジ、いや、うちの実家うちの実家とかずっと銀の箸なんですよ、なんかこう伝統で、韓国の韓国じゃない、韓国じゃないけど銀の箸なんですよ、だからなんかドラキュラかなんか違う、違う、いやいや、もしね、毒が盛られとってもね、色が変わって分かれて、こらーこらーで重いんですよ、うん、でも僕それが当たり前で育ってたから、うん、普通の外で給食、まあ給食の時って箸持って行ってたよね、持って行ってました、だからなんか、はい、よそか友達ん家かなんか、僕大人は銀の箸使うのが普通だと思って、はいはいはい、で子供はまあ軽いの使うけども、プラスチックだね、大人って普通はそれを使うもんだと思ってて、はいはい、でよその家に行った時に、うん、普通になんか竹の箸みたいなんで、ここの箸軽と思ってこの家箸軽と思ってね、なんか金持ちやったからですね、ちっちゃい頃、いや金持ち、金持ちないやろ、銀の箸、いや銀でしょ、だって純銀でしょ、純銀じゃないと思うよさすがに、まざっとよ、9人5ぐらいでしょ、鉄やって銀なんでしょ、銀銀、うん、鉄ステンレスとかじゃなくて、うん、銀の箸やった銀って言ってたもん、すごいね、匂いもつかないって言ってたよ、だから、あー、うん、なるほどなるほど、箸あんま匂いがつかんけどね洗うんかね、毎回そいやだからそう、ポテトチップスを僕はほら、うん、今あるじゃないですか、あの、ね、ポテトチップス用トングとかも、うん、ありますね、うん、だからやっぱ増えてきてるんですよ、うん、そうやってくる人が、なるほど、だって手汚れるもん、だってパソコン文化だしスマホ文化だから、うん、今こそやっぱりもうスマホ選べなよ、うん、あんた汚いよスマホ、うん、そうですね、もう気をつけた方がいいよ、温度だからさ、こんな見た目になっとるのこれもともとですよ、バイキンがいっぱい、バイキンバイキン入り込んでしまうとるやん、気をつけてね、はい、気をつけて、ということでチャンネル登録よろしくお願いします、あ、そう、もう一個言おうと思った、その前にポテチ食べるじゃないですか、はい、で、これどうすんのって、なんで手で食べるのかって聞いた時に、はい、誰か教え子が誰か言ったの、うちの、あ、手についた塩を後で舐めるのがうまいって言って、うまいわけないやん、絶対どう考えてもうまくないよいや、だってその手ちょっと待って、その手についた塩はさ、
ポテトチップスについてたわけでしょ、うん、じゃあ箸で食べればその手につくはずだった分も食べれるから、うん、僕ねそれを言うんですよ、それでいいんじゃない、それを言ってるんですよ、うん、だから手についたの後でこうやって舐め、ハッピーターンのあの粉とか舐めるのがうまいんすよみたいな、うまいわけないやん、肘とかバイキンとか汚れいっぱいついてる手でよ、うん、こう食ってさ、ね、後で食うのがうまいっすよって、うまいわけないやん、絶対どう考えてもうまいわけない、でそれうまいやったらポテトチップス食べて指しゃぶればいいんじゃない、ね、そうね、うんうん、そうそういうことよね、同じ味になるはずなんでしょ、そう理屈的には、だからもうポテチは 100% なんですよ、うん、塩が、はい、そう、それをちょっと取ってこれ食う、そう、多分 99% になってるんですよ、もう塩がねここに1%ついてる、1%ついてる、この1%を舐める、じゃあもうこれでいいやん、うん、ってなるんですよ、箸で、そうですね、箸でそのままね、あと焼肉うまいそうやな、私焼肉バウンドするやろ、あバウンドしますね、ご飯汚す派、うん、汚す派、そうご飯汚してあのタレを混ざったご飯を食うのがいて、うまいわけないやんそんなタレ弱でいった方が全部、うん、全部入るし、それプラスご飯、そうここで同じこと起こるからね、そう、うんそうあれ何がうまいの、でも後でね、いや僕の理論としては後からご飯を見た時に汚いじゃないですか、うん、だから空気が失せるんですよあれ、あうわーっと思ってなんかうわ食べ残しみたいになるじゃないですか、確かに確かに、だあれが嫌なんですよ僕は、だからそのタレについたご飯がうまいって何言ってんだろうって思うんですよ、うん、いやそれやったらご飯を取ってタレにつけて食えばいいよ、ああなるほど、タレをかけて食べる、タレをかけて、はいはいはい、だからその場で処理してしまわないと、うん、そうそう残ったあと気持ち悪いんですよあれが、うんご飯がね、はい、ちょっとこう次の注文来るまで待ってたりでね、ちょっと乾いてきた時とかなんかそうそれだね、汚れたご飯になっちゃうね、見た目がね、食べたくなくなるじゃないですか、食欲がなくなる、確かに見た目は、ね、あれをね、こうご飯にタレがかかってるのがうまいんすよ、はぁ、あ、何がいや、それはずっとしおるやん、焼肉食って飯食うんやったら一緒やない、うんっていうか、そっちの方が冷えてなくてうまいでしょ、うん、冷えるじゃないですか、あれご飯も冷えるし、うんうん、そうですね、何を考えてんだあれとか餃子とかね、あ餃子とかバウンドする人多いね、もうするやろ、うん、一回ご飯にあれ なんでか言え、そう言え、なんで言う、なんでするんか、いやそれだったらもう全部食べる分をさタレつけてご飯の上に乗せちゃえばいいやん、そうで丼に対して食えんだったらまだ分かる、それなら分かるよ、うん、だから私の場合は、うん、言え言え、まあ、私の場合は、うん、餃子をこう食べるときに垂れるのが嫌だから、あのだからベロで迎えに行けばいいやん、それ自分やないですか、垂れるのが嫌だからジンギスカンの時です、そうでもそう言ってもさ、うん、いやジンギスカンの時どころじゃないですか、いつもいつもだからそうよね、そう理論で言うと、垂れるのが嫌だからベロからこう迎えに行ってなるべく滴らないように食べる、だからご飯にはバウンドしない、なるほど、垂れるのが嫌でご飯にバウンドする、そう一回バウンド、僕はそうですね、バウンドさせますね、あだからチョンチョンチョンと垂れるのが嫌だからご飯にバウンドさせますね、うん、でもさでもさ、うん、あ、そうか、うん、こうやって食い取る、そう、この肘についたりとか食う、そうそうそう、だから本当は鶏皿の真上に口が行けばいいわけですよ、そうだそう、こう行けばいいわけです、それか鶏皿を持ってくるっていうのが、で、手皿やる人でしょ、うん、あれやるよね、あれマナー違反なの知ってる、聞きました、うん、あれ手皿ダメなの知ってました、うん、あれマナー違反、良くないらしい、でも垂れちゃうからね、うん、それは分かるんですよ、うん、それだったら鶏皿を別途用意してさ、そうですね、それだったら全然ね、うん、いけますね、だってさ、鶏皿が例えばあるとするじゃないですか、そこにバウンドさせますよね、うん、で、食べますよね、うん、で、ここにタレ残ってるじゃないですか、うん、あれうまいと思うみたいな、いや、思わないです、うん、それと一緒やからね、言ってるの思わない、そうでしょ、それを、これがうまいっすよって、うん、おかしい、それはおかしい、言ってるようなもんですよ、そうそうそう、あれ一緒やからね、それだからおかしいんですよ、あれ、うん、だから鶏皿をちゃんともらった方がいいね、うん、あの焼肉の場合ってさ、今特に多いのが皿が3つついてたりとかするから、うん、持ち上げれないから、うん、鶏皿に1回バウンドさせてっていうのがいいよね、うん、うんうんそれがいい、うん、ご飯にバウンドさせるタイミングでさ自分の口の中に入れれば垂れないんじゃない、だってここまで垂れないわけでしょ、うん、じゃあここでこう入れればいいんだ、なんかそれはねこうはねやっぱ行きづらいんですよ私が、ね、こうが行きづらい、こうが行きづらい、ベロが出しづらいベロが出しづらいってないちょやってみてください、いつも食う通りやってください、うん、うん、そうそうそ う, そ う, そうちょっと出るぐらいのよ、うん、意識だけの問題やって、うん、いやもうそれはいや、それはもうヘビメタやから、それヘビメタそれヘビメタ、キスとかあの辺のやつ、すいません、なんかね、いやいいんですよ、別に普通の人がするのはね、いや、ただ見てて、ちょっとあの行儀悪いなって思う時はかなり多いから、はいはいそうですね、ちょっとね、注意した方がいいですよ、あの社長として飯行ったりとかするとき、行儀悪いと目につくんですよ、やっぱね、そうですね、あこいつ知らねえなみたいな、いや、マナーとかそういう問題じゃなくて、行儀が悪いんですよ。肘ついて飯食ったりとか、うん、ありえないです、楽しくないのかなって思っちゃうんで、うん、そうです、いや、うん、楽しくないことはないです、美味しくないのかなとかって思うじゃないですか、で、しかも味の感想も何も言わずに食い終わってさずっと座ってるでしょ
いや、言われて気づきますね、やっぱり、うん、全然無意識でやってたから今まで。僕ら厳しかったもん。厳しかったよね。厳しかった、うん、うちも厳しかったんですよ、うんうん、ご飯はもう、うん、めっちゃ怒られてましたよ。だから飯食う時にテレビ見ないとか、はい、そういうのも結構言われてて、うん、ね、言われてなかった。言われてましたね、うん、茶碗の持ち方よ、うん、たまにこうやって持つやろ。いや、こう持ちます私、うん、たまにね、やるよとか、こう引っ掛けてこう。あ、そうですか。でこうやもん、無意識ですもんね、うん、あ、そういうのがね、うん、だからそういうの気をつけた方がいいね。ご飯にバウンドするのは論破しましたね、はい、何がうまいのかわからない。わかんない、あれは、まあ、一緒や。好きならいいけどね、別にね。そうそう、そこに関してはね、そうそうそう、好きならいい、うん、好きならいいけど、うん、いいけどよくわからないなっていう、そのね、反論してくる理屈が意味がわからんから。いや、理にかなわないものがね。そうそうそう、理屈、ちゃんと言ってくださいっていうことです。はい、そういうことで、チャンネル登録よろしくお願いします。次の回も一生懸命頑張ります。ごきげんよう、グッバイ。スマホ、タブレットでもタップできるよ。前回の動画、おすすめ動画もチェックしてね。